パート8いきます。はい。もうなめ猫爆弾、なめ猫爆弾やってみようかな。ちょっと銃はやめて。どうぞ。よし、さて次のネクストステージは宿場町。宿場町、街ぐるみでやっちゃう。これは近隣住民にひどい目をかかるよ。この地図あったね、そういえば。宝のね。外じゃん。合成すぎる。怒るよよ。大工さん。お主わかるか。いや、全然。なんで外なの。アンディ山本が申していた話では、この漢字で書かれた文字が天下取りに必要な秘術の場所がある国の名前だと。外でここへ行けば天下が取れますぞ。怪しいの。しかしここは人通りが激しくて落ち着かんの。わしは想像しくて嫌じゃ。何をたわけたことをしたいですか。地上げ、殺人、違法登録、吉原騒乱罪、違法建造物、お前のせいや。怪物の無断改造と大官様にはすでに破防法が適用されておりますぞ。お前のせいや。もうすでに幕府から暗殺部隊が差し向けられたとの話もございます。うわ、やばくない。なーに、ほとぼりが冷めるまでの辛抱でございます。いや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 、死ぬまで終われるでしょ、こんなの。町ごとすべて私が買い取った次第にございます。ここなら安心でございます。まだ町人どもが普通に生活しておりますが、カモフラージュとお考えください。カモフラージュ。誠か。でかしたでかした。お主も悪いよな。いかに幕府の追手が来ようとも、よもやこのような場所に隠れていようとは誰も思いません。いや、なさすぎるわ。って消えたし。ああ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 。新しい、なんかちょっと漢字を変えてきたな。漢字変えてきた。飽きられては困ると思ったんだ。街でやるか。誰が来んだよ今回。何もそのヒントはなかったな。燃えすぎた剣。マジだ。待ちすぎねえかこれ。ちょっとどっから来んだよ。だいたいでも左上の方の説あるからな。うわー、違うのか。ここはいけねえのか。そこじゃない。これか。そこだ、明らかそこだ。ここか。しょうがない、準備してるよ。まず侍5人、そして例のごとくここにヤスローニンを配置。おっと、なかなか置けないぞ。ここら辺置けないのか、はい、いやー、ヤスローニンを置いて強者侍を置いて。お、強者侍いる。いる、遅いよ。意外と使えるかもしれん。意外とガンガン行ってたから。どうすっかな。ちょっと広々としてるからな。おびき寄せていきたいよね、やっぱ。おとり人形使うかな、久しぶりに。じゃあ、あんたも好きね。おとり人形がやっぱね、いいのよ。あそこに置いちゃった、バカ。鳥人形をこっちに置いてどんどん誘導していく作戦ね。ちょっと道が広くてトラップかからなさそうだな。だね。とはいえこういう時のオケじゃない、広範囲の。確かに、これね。ああ、これやってみようか。交互に置いてったらさ、絶対当たんじゃん。スイッチがここにいいのかな。うん、そうそう、絶対当たるじゃん。それスパンで置いていけばいい
一個開けた方がいいんじゃない、スイッチ。これぐらいかな。うん。まあ、オケの作動をちょっと見てみたいよね、一回ね。そうね。使えるものなのか否か。よし、ここは道が広いから交互に置いてって何かしらにはめてく作戦でいこう。そうするか。じゃあトラバサミ交互に置いていくかな。じゃあ広いそうだな、この面かなり。広いね。で広すぎてこれ時間ねえぞマジで。どうしよう。どっかに固めて自分がおとりになりながらっていうこと。なんかな、なんか効率悪いな今回。迷いが、作戦に迷いがある。あるよ。うーん、あ、これがここら辺ちょっと使う。モグラでもう爆発させる街を。よし、ここから始まるのか俺は。俺もうやばいな。もう正面、ここ正面来たら終わりじゃん。落としちゃうんじゃないのかな。これきついな結構配置が。じゃあ運びやばいな。岩、まあ、自分がすぐ移動すればいいだけだけどさ、なんか迷いが見えるよ。ちょっとね、広くてね困ってんだよね。どうしよっかなみたいな。あ、これ使ってないな。ちょっとこっちの方で使ってみるか。普通のこと言ったな今。広くて困ってるんだよね。めっちゃ困んないこの広さ。こっち通ってくる可能性もあるんでしょ。あるね。どうしよう。ああどうしよう。落とし穴。ここ落とし穴。迷うぐらいなら何か置けっていうのがこのゲームの基本だよ。鉄則だよね。ここ落とし穴ロードにしてみた。ここちょっと危なすぎるな。もうバー置いたら。そうそうそう。鉄だる。いいな。ほら迷いが時間に現れてるよ。やばいな。こうなったら先生だ。先生こっちの方にちょっと、こっち来ないか。人置く場所もねえじゃんもはや。ちょっと後ろの方、こっちの方に置いて、わ、自分こっちの方に逃げていくスタイルだな。そうだ、後ろに。いや全然このステージ使い切れてねえな。これお堀があるのか。広いぞ。そこで一応行き止まりじゃない。ここで終わりか。うん、広そうに見えるけど。そうでもないのか。ちょっと迷いすぎたな今回は。ほら使い切んないと。5国4国三国。時間がない。この辺にもつけやっと。二国。トラバサミ、トラバサミ。一国。まだお金あるよ。黒はばき、黒はばき。ゼロ国。さあ来た。使い切ったお金は。500あった。これどうなんだ。誰が来んの。まず確かにね、暗殺者って言ってたよ。男改めでや。おい時間と距離は超えてるぞ。新選組だ。うわ、の許さざるべき数が。うわ、これはやばいわ。うわ、プレッシャーズ。これはやばいぞ。新鮮だぞ。プレッシャーズ来たなぁ。これはやばい。一人一人も強いぞ。このゲーム
言うな。これ結構ラスボス近づいてきてる感あるな。新選組出てきたらまずいよ。何人くんのこれ。一人一人パターンなのか。そっちか。そっちか。両面から来るってこと？マジで？そういうこと？三三？うわ、こっちからも来てる。こっちからも来てる。いろんな方向から来てる。ああああ、逃げよとりあえず。やばい。とりあえずお前はに、うわ、ひどいことになってる。ああああ。大炎上だ。あ、でも一人倒せんじゃねあれ。一人倒した、一人倒した。まずお前は逃げてくれ。敵はどこに行った？このこれが敵だ。赤い青いの赤いのが敵だよな。うん。青いのがついてる、ね。青いのついてるの。なんかもう燃えてる。やばい。あ、三人倒して、四人倒してる。マジで？すごいすごいすごい。マジで違う。何あれ？二十。そんな大量に来てるんだ。そういうこと？ちょっと待って。何人いんの？恐ろしすぎる。何人いんの？よし燃えた燃えた。よし燃えた。二十歳ってこと？違うでしょ。成人一人倒したって。二十人も倒した今。そんなことある？すぎる。あ、また来た来た。うわ、なんかすごいいっぱい来んじゃん。これ何も。あ、燃えてるよ。燃えてるよ、自分。この辺来い。何これ、何止まってんの、こいつら。こっち来てないの、まったく。来てない。あ猫。おわぁなめ猫爆弾。これ何これ、こいつら。これ敵だよね、敵だね。こいつらまだ生き残ってんだ、仲間は。あと何人いるんだよ。あと25。よし、燃えて、いい感じで燃えてるぞ、なんか全然わかんないけど、そっち全然来てないの。そっちから全く来てない、うん、来てない来てない。来たけど倒したんじゃないの。誰が来い。30で終わりじゃない。30人倒せばいいのか。おびき寄したら。あ、やばいな。ちょっと待って。あ、お前この道行けば勝ちでしょ。30だとしたらあと2人で終わりだけど。どうなの。うわーわーわー、なめ猫爆弾ちょえ。あ、こっちこっち。あと1人で終わりなの。本当に。あ、でも右上にもいるな。あっちから来たな。あいつ来いや。まだいるな。来てんな、いっぱい来てんな。30じゃないんだ。じゃあ何十なの。よし、あ、オッケーオッケー。おー、死んだ。オッケー強いんじゃん。オッケー強いな。お前、いいよ。30いったよ。何人いんの。新選組って何人いんの。いやだいぶ近くで発車して。また来た。上にこっちにいようか。ちょっとフローケで倒す。ちょっとなんか、あーあーあああ、やっちまったよ。やっちまったよ。教師さんごめん。何がもう起こってんだか。爆発が。あ、なんかやってる。おとりやってるよ。なめ猫やったら。なめ猫やったら。息がむずいんだよ。いいねいいね。後ろからかました。お、倒した。あ、来た。来た。よし、燃えた。あ、逆からも来た。おっと、おっと。燃えてる、なんか。何人まだいる。めちゃめちゃ来るな。マイクなめちゃ。ふざけんなよ。やばいな、めちゃめちゃ来るね。すごいな、これ。ここか。霧がいい数字じゃないの。おぉ、モグラ。まあ、一撃とかで死んでいくけど、やっぱ数めっちゃ多いんだね、多分。モグラ強えな。モグラ相当強い。左にいるの先生、あれ何？あれ先生。先生。先生か。やばい、俺危ない。逃げ。よし。おお。
あいつ強いんじゃん。なめ猫。いいねなめ猫。なめ猫使いやすいぞ。もう一回なめ猫。あいついった、頑張れ、燃えろ。いいねいいね、なめ猫。無敵タイム来るからよし入るか。あ、やばい。ああ、え、やばい、俺死んだ。あ、危ない危ない、もうやめよう、なめ猫やめよう。こいつだけの可能性あるよな。あと36。こいつ一番強いんか。なんで2つ開いた今片足ずつ落ちたんじゃないよしよし、これで削って、これ1つだけだよな、あと。多分そうだよね。で、あとお金回収しよう、お金回収しよう。おお、よしよしよし、お前まだ1人いるな。頑張れ、お前頑張れ。そいつ連れてったら続け、いけ、控え、かかれ、まるじゃん、まるじゃない、まるをしたら控えちゃうけど。いや、とりあえずちょっと、おやばいやばいやばい、この、燃えろ、最後最後燃えてくれ。あ、やばい、斜めに行っちゃった。微妙だな。あ、戻ってくれた、来た来た来た。よし、これで倒せんじゃないか。終わる、終わってくれ。よし、おお、36、中途半端なんで36人え、やばいおっとこれはまずいでしょ。ここに来て、これもう何もないよやばいやばい、なんかあったっけ、わ、なんかあったっけ、ないよねやばいやばいやばい、これはこれはやばいよ。終わったな、聞いてないよ。終わった、来るよ来るよ。お、なめ猫もないんじゃないの。ないかもな。もうやるしかないもんな、でもな。うん。ないわ、なめ猫。ああ。で、行った。行け。あ、あそこに何かある。あれしかない。怖っ、こいつクソ強いのかな。いやでも気力たっぷりよ。やばいな、こいつの分残しとかなきゃいけないんだ。あ、まだちょっとあるな。ちょっとある。おう いやでもこれじゃ倒せねえだろうな、ジリ貧だな何なんか近く逆じゃないそれ、うん、こっちから来なきゃいけないか。おお、いいねおびき寄せるねこっちからカモン、自分かかりそう、大丈夫、燃え尽きろ燃え尽きろ、もう一周ある。あ、黄色はめてえな、まあまあ食らうね、火だけで。まあまあ食らうから。あ、いや、あれ回復した、回復した、あ、やばい、バカバカ見事な死に様だな幕末一瞬を駆け抜けた男たちがいた倒れゆく巨木に命を燃やした男たちがいた。最後の侍新選組が彼らの命そのものであった。しかし恥多きこの宿場町での事件がなぜ主要な新選組タイプロとりわけ新選組天末期漁師文久報告記新選組島末期などから抹消されてしまったのか、永遠の謎とされている。36人倒してから来んのか、あいつ。うん、どうす、まあ、なんとなく分かったね来るわ最初。うん、これがよくわかんない燃えすぎたけ、起きまくれー。3、4、5、6人ぐらい
だるまだるまだるまじゃねえ、もぐらもぐらよく言っただるまじゃねって、なんかも言っちゃうんだけどもぐらだってこれぐらいの距離感でいこうかな、隙間すぎるかな、いやいいよいいよ、そこにもう、あそこ違う、ここは人だな、うん、そこにもう巻きまくろ、連続しておいてってもいいかもしんないよ足りないんじゃない、侍関係ねえな、侍10人ぐらいもうよし、モグラちゃん、モグラちゃん、モグラちゃん見失うな、よし、こっちの入り口をまず制覇しよう、制圧、そこも密集よ密集密集、いやもう隙間作らない、そこ、え、ここそこ隙間作らないもん抜ける道を作らないもん、なるほどねそうそう、許さねえな、もうそう許さねえあいつ、許さねえ、もう早く置け、バカお前らバカバカ、侍足りない侍足りてねえか、足りもう許さねえ、おうよ、モグラだけで地獄を見せてやれ、ここだけで36人殺すとはマジでと言いつつやっぱこっちの入り口から来ることも知っている悪大官よ、そうな、ここもだからこういうことだよね、うん、ここ密集させよう、足りない足りないボンバーマンに見えてくるんだけどここね、侍の危機早いから大丈夫、本当だシュパ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 早いよやばいな、ただこれもう1万8000しかないけど大丈夫かラインボムみたいになってんな、ちょっとここにあと痩せろ痩せろ、ちょっと、もう痩せろも密集させていこう、よしこれいけんの、わからんまあでも侍も10人増えてるからね、こうやって、ああ、ね、うん、ちょっと侍解雇しよう、そろそろお金なくなってきたから解雇できねえんだよ一回雇ったら終身雇用なんだよ死ぬまで戦う忠義を尽くすからねもうこう、もう落とし穴とかでいいよ、うん、そこら辺もあそこやば地獄だ、やばちょっと格安の何それ、落とし穴、落とし穴、た、あとなんだハサミの方が高いかでも結局ね、強いやつは勝手に抜けてくるから、引っかからないから、そうか、そうだから抜けてきたらもうあの人で抜けてきて、ここに人にでやってる間に裏回って落とし穴、あそこやりすぎたかな光光光としてるもんなやりすぎたな、やりすぎた説あるな、落とし穴とモグラだけでやってみる今回いいよ、あと人とそれだけ、あよし、ちょっと余っちゃってから、うん、油粒油粒油粒もなんかモグラの近くに置いといて、この辺に置いとこう、あ橋渡ったら絶望見てよ、あそこ見てえな、始まった瞬間のこれぞトラップだね、いい感じになってきたよこのすごいすごい、じゃあ帯回させていただきます、いっす、行っちゃってくださいよ、よし、結局こういう単純な作戦が、うん、一番効いたりする、いい今回の悪大官一味違うぞうわこいつがだからちょっと待機にさせて見に行こうぜ、あれ、え、抜けてね、
あいつが抜けてきてんな。抜けてきてる。あ、抜けてる。全然じゃん。やっぱダメだ。やっぱ痩せろにちゃんと活躍してた。あ、もう活躍してたんだな。なあ。全然じゃん。全然じゃねえか。もう素通りだもん。全然じゃん。あかん。全然じゃん。これあかん。全然じゃん、これ。これやってもうたなぁ。もうめっちゃ抜けてくる。これ一回もう。いや、とりあえず。とりあえず。とりあえずここら辺で待ってるか。やばい、かわいそうになってきた。無駄死にだ。無死にだよ。一回。ダメだな。こいつら連れて歩けねえしな、ここら辺。全然じゃんな。全然ガンガン抜けてくるわ。だからちょっとでもやっぱり青くしないとダメだね。ちょっと削りゃいいんだね。だから浪人4、5人はいるわ。さすがに。逃げるぞ。あっち行け、あっち行け。スルーしてくだ。緑じゃダメなんだな。あ、うん、ちょっとでも。浪人をちょっとずつ連れて。分散させる。浪人これ食らう？食らう？これ。食らわない、食らわない。誰も食らわね。まだ大丈夫大丈夫。よしよし。見つけたらちょっと走るから。ちょっと近づいて警戒心に警戒させればいいんだ。やばい。やばいやばい。やばいやばいよ。ちょっとあそこ行こうや、あそこ上の。やばいやつ。おお。めっちゃスルーしてる。おお。悪大官の気配で警戒させる。あ、やばいやばいやばい。気配。まだ生きてるまだ生きてる。気配感じろ。気配感じた。感じた感じた。逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。一人。よし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 。気配。よし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 。感じる気配を感じる。感じた。気配を感じろ。感じてゲージを青にさせてひょっこりはんしてからのよし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 炸裂してます。でも即死だな。よしよし、おー来た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 。おー、なんだあいつ、なんだあいつ、あいつやば、あいつやばいな。誰か仲間いない？誰か。あ、一人いた、一人いた。行くぞ、お前。お前らも、お前らも。なんで？お前らも、お前らも。よし、おー、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。よし、あいつ、やらせてこう。ちょっと、あそこ行こうよ、あそこ。出てきた瞬間やろうや。ちょっと控えさせとくから。あいつ、おーっとー、よしよしよし。死んだ？あ、死んだ死んだ。あいつ強いやつかな。あいつ強いかもしれん。おーおーおー、入り口の無敵時間ある。ちょっとわかったね、やり方。わかったわかった。片方は浪人に守らせて、まあ、片方はあのひょっこり爆発スタイルでいけんちゃう。そうだな。ちょっと入り口置いちゃうとダメだね。敵時間あるで。敵時間で全然無敵ブロールしてくるからな。なるほどね。ちょっとこれ方向性は決まったね。決まった決まった。行くか。いいっす。大丈夫かこれ。これでクリアできんのか本当に。これで頑張って走るよ。
地獄を見ろ。早速始まってます、ね、そこら辺に置いといた、そのガバガバのところに待機させといたら、とりあえず全あーでも減ってんな。そっち行こう、そっち見に行こう。おー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 、ちょっとやっぱ西尾さんすぎてんのか、これ警戒レベル上がってるか。いい感じじゃない、いい感じじゃない。おーおー、いいいいいい、そいつ強いやつじゃない。あいつ強いやつだな、あいつ強いな。ちょっとダメだ、あいつあいつやだな、あいつ呼ぼう。あ、来ない。よしよし、ほら強い、あいつ、あいつ強いやつや。うわあいつにちょっと無駄に消費されるな。しゃあない。でもよし、うわあいつ強いな。やべ、しゃあない、あいつはもう、あいつ強いな。とりあえずあいつ倒そう。よしよしよし、よしよし、とりあえずで来るでしょう。みんな松虫時刻や。暇つむし、暇つむし。うわー、でもこいつな。よし、あいつ倒そう、倒しに行こう。ここの、ここ使うか。ああ、来たよ。うわ、ああああ、速いな足が。あ、ダメか、それはお前の動きのせいだな。最初食らいすぎたな、ちょっと。